エッシャーの騙し絵のような平面の中でしか存在できない不可能立体。しかしその騙し絵を立体的な映像で表せるとしたら、例えばそんな誰も経験したことのないものやことを作り出し発信する学科、それが先端メディアサイエンス学科。先端メディアサイエンス学科は時代の先端を行く革新的な情報技術を数理科学とメディア情報学の観点から実現する学科です。授業では人の感性や心理を解明する数理モデルの構築から、それを生かした映像、音響などのメディア情報処理、人間の特性に合わせたヒューマンインターフェースの開発などを行います。卒業後はメディアコンテンツ産業、インターネットサービス業、ソフトウェア業、通信・放送業などへの進路が開けます。学科では先端メディアを支える技術を身につける、先端メディアで人の心を動かす、先端メディアで未来を創造するという目標を掲げ、社会や人間への幅広い視野を兼ね備えたイノベーティブな人材を養成します。概論特別講義ではメディア情報学の歴史から最先端技術までを俯瞰的に学びます。プログラミング実習を通して自分のアイディアをソフトウェアへと構築する技術を習得します。インターネット、ユビキタスコンピューティングなどの情報技術は私たちの生活を大きく変えました。これら最新の情報技術について学びます。先端メディアに音響や映像は欠かせません。音楽情報処理、画像処理などのメディアシステムをデザインする力を養います。人の感性を科学することも重要です。知覚心理学、認知科学などを学び、コンテンツやインターフェースのデザインに生かす力を養います。1年次からゼミナールで先端研究に触れることができます。技術と発想力を養いながら問題分析能力と課題への実行力を身につけます。ここでちょっと授業を覗き見。これはコンテンツエンターテインメント概論の授業。インタラクティブメディアなどのデジタルコンテンツを制作し配信するための情報技術を学びます。聴覚、視覚をはじめ触覚、味覚、嗅覚など人間の五感に関わるコンテンツを複合的に扱い、その未来と可能性について考えていきます。先端メディアサイエンス学科で学ぶ4年間は、1年目からゼミに参加、基礎となる数学やメディア情報学の歴史と今を学びます。2年目は実習を通じてプログラム技術を学び、数理科学や情報技術の知識を深めます。3年目は専門性の高い知識と技術を学ぶとともに研究活動を開始、4年目は卒業研究で社会に新しい価値を創造する先端メディアを実現します。数理科学と自らの感性を融合させて世の中にない新たなものやことを作り出す。あなたもこの学科で理系分野の枠を超えたクリエイティブな喜びを感じてください。